ソドー島は冬だった。今年初めての霧が海から流れ込んでくる。トーマスや兄とクララベルは静かな霧の谷が大好きだ。しかし岩が線路に落ちてくるので用心しなければならない。フォックマンのシリルの仕事はとても重要だ。濃い霧が発生した時、線路に起爆装置を仕掛けて機関車に知らせるのだ。うわ、起爆装置に乗るとトーマスはビクッとする。車軸がガクガクするよ。シリルが仕掛けておいてくれたんだよ。前方に霧が発生してる。スピードを落とそう。ありがとうシリル。気をつけて。その晩、トップハムハット卿が珍しいものを持ってきて機関車たちに披露した。とても大きくて不思議な形をしている。それ何ですか？新しい発明品、鉄道用フォッグホーンというものだ。霧の発生をみんなに知らせる。こうだ。なんてけたたましいんだ。音が大きすぎるよ。まるでタグボートみたいな音だ。